キアちゃん。なに？こんばんは。こんばんは。キアちゃん、これ隣何ですか？これはストーブです。ストーブだね。うん、インドネシアにはないな、こういうもの。いくよ。これ何のためですか？温めるためです。ああ、ほんと。おー、つけ方わかるんだ。うん、後で、うん、火が出てるんだよ。火が出てるの？でも、うん、その中には火がなくて、うん、温かくするから、うん、ちょっとオレンジに なるんだよ。うん、暖かい風が来てくるってこと？そう。おお。ヒーターも同じだよ。そうだね。ヒーターと同じだよね。日本は冬の時にこれよく使うんだよね。そう。ストーブとヒーターだね。うん。お水が少なくなったら、うん、この中に水を入れるんです。あ、そう。そう。あ、水も入れられるんだ。うん、白いところも。おー、こっちね。うん。ここね、こっちからね。うん。あ、二つ使い方あるんだ。そう。左は電気だね。うん、あの、右は、あの、スティーム。キャちゃんさ、これ触ったら熱いでしょ？そう。熱いだね。そう。触っちゃダメでしょ？そう。うん、わかってる？うん、危ないね。うん、買わないでね。そう、熱いから火事になっちゃう。そうだね。火がいっぱい出て、うん、火事になったらさ、消防車が来るんだよ。そう、わかる。うん、消防車の音ってどうですか？車の音、サイレンが。パトカーはキュキュさは？ピーポー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 。全部覚えてるね。かわいい。じゃあケイちゃん、もう寝る時間だよ。じゃあまた明日ね。うん。ありがとうね。バイバイ、またね。バイバイ。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイ。今日はストーブのこと話していました。